戦闘ジャンですね。戦闘ジャン、戦闘ジャン、これ一体どういう意味なんですか。これね、シェンがしょっぱい、はい、でトゥージャンが、豆乳という意味ですね。まあ、しょっぱい豆乳、しょっぱい豆乳、まあ、ピンとこないでしょうけども、はい、そういった料理なんですが、非常にですね、はい、豆乳ですのでタンパク質も取れますし、うんうんうん、で朝食べるにはぴったり、こう柔らかくて非常に美味しいね、朝ごはんにぴったりなものでございます。はい、で今回これをね、あのぜひね、簡単ですので覚えていただきたいなと思っております。はい、では材料見ていきましょう。こちらです。無調整豆乳が 200cc、 黒酢小さじ2、醤油と、中華顆粒だしが各小さじ1/2、桜えび小さじ2、ザーサイ適量、油揚げ1/4枚、小ネギ小口切りのものです。こちら適量、食べるラー油適量ご用意ください。じゃあ早速作っていきますね。はい、お願いします。まずはこちらをご覧ください。はい、油揚げ短冊切りにしまして、トースターでこれもカリカリにやっちゃってます。おー、怒りっぽい人みたい。カリカリしてます。そう、カリカリじゃなくて、ありがとうございます。はい、さあそしてカリカリにしましたら、はい、お隣ザーサイです。はい、はい、もうご覧の通り粗めのみじん切りにしてあります。うん、はい、まあ、これの方が食感がありますからね、お好みでサイズ感は調整しても OK です。では続いてこちら、はい、はい、今器にですね、黒酢と醤油と中華顆粒だしが入っておりますね。はい、今回の味付けですね。そうなんですよ、黒酢が小さじ2、醤油と顆粒だしは、1/2ずつですね、小さじ1/2、しっかり混ぜてあげてくださいね。はい、お酢が入るんですね。さっぱりとしてね、美味しくなりますよ。はい、さあしっかり混ぜました。はい、混ぜたらですね、次はこちらです。はい、はい、お鍋ですけども、今ですね、この中に豆乳が入ってます。はい、無調整豆乳ですね。うん、でこれ鍋に入れまして、火にかけましたら沸騰直前まで温めるということでですね、はい、今温めてるところです。はい、ご覧ください。だんだんですね、まあちょっと膜がね、張ってくるんですよね、豆乳ってね。グツグツするもうほんと手前で、手前ぐらいですか。あんまり温めすぎると、はい、もろっとするんですよ。もろっと、うん、ほうほうほう、この辺はニュアンスで感じてもらいたいです。もろっとします。あ、危ない危ない、もろっとしちゃいます。はいはい、この辺ぐらいまでやりました。はい、ちなみにちょっとこうね、湯葉なんかもね、取れたりしますので、はい、これは後でトッピングに使いましょう。トッピング、はい、ちゃんと活かすんですね。はい、温めましたら、はい、こちらの方に行きますよ。はい、これがもう食べる器になってますね。そうです、温めたこの豆乳を、はい、器に勢いよく注ぎ入れます。え、大丈夫かな。はぁ、あ、おいしょ、お、綺麗に入った、入りました。さあ勢いよく入れるとですね、はい、まあ、今のような感じでこぼれやすくなりますので気をつけてください。はい、はい、でだんだんとね、表面がね、こう固まってくるんですよね、プルプル感がね。本当だ、うん、うんうんうん、これ食べた時にね、いい食感になります。はい、固まってきたらトッピングに行きますよ。はい、はい、まずはカリッカリにしました、うんうん、こちら油揚げ入りましたね。そっか、他がプルプルの食感だからちょっとアクセントになりますね。そうね、うん、そして小ネギですが、これもお好みで散らしてもいいし、はい、真ん中に持ってもいいしと。はい、そしてザーサイですね。これがまた、うん、いい食感、いい塩味出してくれるんです。うんうんうん、はい、ザーサイも入りました。そしてこれ香りがいいんです。お、桜えび、はい、ちょっとね、彩りも良くなりますからね。そうですね、はい、入りました。そしてお好みなんですけどもね、やっぱりこれ食べるラー油あった方が美味しいです。あ、これ食べると元気出ますよね。そうなんですよね、普通のラー油よりですね、あんま辛さが控えめですからね、食べるラー油は、うんうん、しっかりめに入れちゃってもいいかもしれません。さあ、これでマッシュルーム完成なんですけども、せっかくだからの湯葉入れますか。あ、さっきのね、さっきの湯葉ね、リハでは入れなかったんです。はい、リハーサルでも入れなかった湯葉を最後に乗せて、はい、真ん中に、はい、湯葉もね、無駄なく、湯葉お帰りなさい。はい、無駄なくやってきました。はい、さあということで湯葉乗せて完成です。はい、あっという間にできました。シェントウジャン。